プロレス界ナンバーワンのいい人と言っても過言ではない小島さとし選手。プロレス界に激震走った2002年の全日本移籍、外敵として新日に進行してきた2011年、 NWO ジャパンやブードゥーマーターズなどのヒールレスラー時代もありますが、元営業職のサラリーマンであるからこその腰の低さや人当たりの良さが垣間見えます。そんな小島のファンサはまさに神対応。とある小学生が小島にサインをしてもらった時には、小島の方から両手でがっちり握手をし、サインには宛名も入れる抜群のサービス。サインを渡すと最高の笑顔で応援ありがとうねというなど、ファンの心を掴んで離しません。とあるサービスエリアにて全日本プロレスの巡業バスと遭遇するラグビー部の部活生たち。バスから出てきた若手選手に、何部ですかと聞かれ、ラグビー部ですと答えると、バスに戻っていく若手選手、すると巡業バスから、少年たちラグビー頑張れよと上半身を窓から乗り出し全力で手を振るプロレスラーの姿が、もちろん我らが小島さとし。また小島がとある小学校に訪問した際のこんなエピソードもいただきました。小島 VS 小学生たちの腕相撲大会が始まり、持ち前の腕っぷしで小学生を圧倒していく小島。しかし最後の挑戦者である校長先生に小島は惜しくも敗北。これこそプロレスラーというエピソードです。小島選手は真面目かつ豆でもあり、2009年から執筆しているブログでは丁寧な文面で日々の様子を綴り、元サラリーマンならではの勤勉ぶり、新日に外敵として乗り込んでいた際でも小島ログ上では変わらずに丁寧な執筆。2021年の G1 においては、内藤が膝の負傷により欠場になるや否や、同じユニットではないものの、とても気にしている旨のツイート。アニマル浜口ジムの後輩でもある内藤のことがとても心配だったのでしょう。プロレスラーというリング上の自己表現とセルフプロデュースが大事な職業でありながら、丁寧で真面目な一面を持つ優しすぎるプロレスラーです。プロレス界の悪魔仮面、剣道家臣選手。破天荒な言動と行動で2000年代ジュニアヘビー戦線を盛り上げた選手の一人。1999年のベストオブスーパージュニアで優勝、賞金の一部である100万円をコソボに寄付。場外乱闘時には対戦相手の物販コーナーをターゲットにし、グッズ販売を阻止するなど、破天荒でむちゃくちゃな家臣でしたが、実はとても常識人でファン思いな一面があります。結婚披露宴に招待客として呼ばれた家臣、スーツ姿にマスクというスタイル。とある方がサインをお願いしたところ、すぐに OK の返事をする家臣。しかし会場を出たところでと提案し、披露宴会場を出てから記念撮影とサイン。おそらく自分が主役になってしまわないようにと気遣っての場外撮影だったのでしょう。とある興行後のバスへ乗り込むところで、出待ちのファンにサインをお願いされる家臣。心よくサインしようとしますが、色紙を持ちながらヒールターンしたのを思い出します。サインなんてやらねえよと言い捨てた後に、こっそり応援ありがとうと囁き、バスに乗り込むまでチラチラと振り返りながらファンを気にする家臣。本当は心よくサインしてあげたかったのでしょう。また家臣は非常に練習熱心なことで、関係者や他レスラーからも認められており、そんな真面目さとファン思いな姿が悪魔仮面からは見て取れるのです。お茶目レスラーとして新日でのポジションを確立した矢野徹選手。頭脳派で短期決着を狙った攻撃やレフェリーの隙をついた反則を得意としますが、そんな矢野にもこんな一面があります。ガチガチのヒールであった GBH 時代の矢野、試合終わりにタクシーを待っているところで、チラチラ見てくるファンらしき子供の姿、それを見つけた矢野が動きます。そこのガキ、握手ぐらいしてやるからこっち来いと言いながら握手してあげます。 G1 にて矢野が投げた椅子が子供に当たり、医務室に運ばれていきます。幸い大事には至らず戻ってきたのを見て、試合後暴れながらも子供の前へ行き、手を合わせてウインクしながらごめんねと言ってる姿が目撃されています。自身の YouTube チャンネルでは料理上手な姿や優しいパパの姿を見せており、2021年 11.06 グレート・オーカーンとのアマチュアレスリングマッチでは、学生時代はアマレスの猛者であった矢野を存分に見せつけ勝利します。その試合後のバクステコメントで、明日からまたプロレスラー矢野徹だと語る姿、 YouTube チャンネルにてアップされたアマレスについての思いを語っている姿には、いつものお茶目な矢野とは一味違う心にグッとくるメッセージを送ってくれています。涙のカリスマと呼ばれ、1990年代から現在までプロレス界を盛り上げる大仁田篤史選手。1990年には
ターザン後藤との電流爆破デスマッチでプロレス大賞ベストバウトを受賞。デスマッチ主体のファイトスタイルや場内禁煙の会場でもタバコをふかしながら入場する姿、長州に試合を直談判しに行ったり、長野と新日マットで電流爆破マッチを行うなど、常識外れな言動や行動から賛否両論、どちらも多いレスラーです。しかしそんな大仁田はもともとジャイアント馬場に憧れ全日本プロレス入団。試合後の不運なアクシデントで膝を負傷、ドクターストップとなってしまい、ジャイアント馬場夫妻から引退勧告。その際馬場夫妻は大仁田を養子に受けようとしていたというエピソードがあり、マナ弟子への引退勧告は苦渋の決断であったことが垣間見えます。プロレスラー引退後はタレントとして活躍するも、プロレスの熱の再燃により現役復帰、 FMW というプロレス団体を自ら立ち上げ、トップレスラーたちに噛みついていく大仁田。大仁田と真鍋アナの大仁田劇場はお茶の間の視聴者を大いに盛り上げ、膝の怪我を負いながら自らを犠牲にし戦っていく姿はプロレスラーの鏡でした。さらにコメント欄で大仁田に関するこんなエピソードもいただきました。居酒屋で働いていた時に大仁田が来店、緊張のあまり手が滑り、熱々のお茶を大仁田の足に思いっきりかけてしまい、震えながら謝ってタオルを取りに行こうとしていたら、全然熱くないよ、お兄さん疲れているんだろ、無理すんなよと声をかけてくれたそうです。なんとも大仁田らしいエピソードです。デスマッチ界では誰もが知っている名前、クレイジーモンキー葛西潤選手。2009年には伊藤隆二選手とのデスマッチがベストバウトを獲得するなど、デスマッチ界で自らを表現し続ける生ける伝説のような選手。ファイトスタイルはクレイジーそのもので、蛍光灯を割り自らの胸を切り裂くようなパフォーマンス。伝説となった秋葉原大炎上デスマッチでは燃え盛るロープに向かってダイブ。そんな葛西選手ですが、とても小煩悩な一面が見受けられます。息子さんと娘さんがおり、溺愛している様子が拝見できます。また現在ではどうかは分かりませんが、2009年ベストバウトを獲得した後でもプロレス一本では家族を養っていけないため、深夜の清掃アルバイトに行っていました。リング上ではクレイジーモンキーとしてデスマッチのカリスマとしての葛西潤ですが、一度リングを降りると家族を守るため、養うための戦う父親の姿になります。そのような二面性も葛西選手の魅力の一つでしょう。そんな葛西潤選手の半生に迫ったドキュメンタリー映画共演が2021年に公開され話題にもなりました。またバラエティ番組などでも登場するようになり始めており、葛西潤のこれからにもまだまだ期待です。橋本真也を駐車場にて襲撃したことから平成のテロリストと呼ばれている村上和成選手。アントニオ猪木が設立した UFO という団体で新日本プロレスとの対抗戦などを盛り上げました。 K1 参戦時には花束贈呈を行った武蔵選手にもらった花束で殴りかかるなど、殺気をまき散らしながらヤバい雰囲気を漂わせるイメージが強い選手です。しかしプロレスファンの中ではもはやお約束になりつつもある村上和成の常識人&成人エピソード。ファンに対しては非常に丁寧で真摯な対応をすることが知られており、ヒールでありながら番組の選手挨拶では、今年は僕も頑張りますので応援してくださいと強い決意表明のあまり、笑顔たっぷりの村上和成をテレビ越しにお届けします。試合後のバクステなどでは暴言を吐いたり、インタビュアーへの暴行をするヒールっぷりですが、とある試合後のバクステでは勝利の余韻に浸りすぎてしまったようで、笑顔と敬語でインタビューを受け続ける村上、うっかり自分のキャラを忘れてしまったのでしょう。ブログでは自慢の胡蝶蘭や多肉植物を紹介しており、ブログタイトルだけ読むと心の中にありがとう、親父とのひととき、心が幸せになどなど、村上選手の本当の姿が綴られています。業界を盛り上げるため悪役を貫き、ヒールに徹し、平成のテロリストと呼ばれた男は本当の意味でのプロレスラーと呼べるでしょう。ということで、意外な姿を持ち合わせたプロレスラー6人を紹介してみました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。